はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。来てますよ、ウルトラジャンプのジョジョパーカー。ただ主役がバックプリントだから、まああんまりわかんないかも。というわけで引いてきましたよ、一番くじ、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャンザ・ウェイトゥヘブン。日本語に直すと天国への道っていう感じなのかな。翻訳見た感じそうです。第6部ストーンオーシャンの一番くじの第2弾、ジョジョ35周年のもと何枚引いてきたかっていうと、このくらい。意外と薄くない？ああ、投射費だけどね。こっちは35周年で何枚引いてきたかっていうと、30枚です。35じゃねえのかっつうね。さすがに35周年に合わせてなんてことはできなかったよ。3月にあったストーンオーシャンの一番くじの第1弾。あん時はね、55枚引いちゃっていたんで、そん時と比べるとえれえ少ないよ。3月のと変わっていないんだけど、そもそもの商品単価が高い。1枚850円なでもほぼこれが1000円。後半に差し掛かって一番くじちょっといろいろ引きすぎたんで、抑えていきたかったから今回は30枚っていう説もありますね。で、前回同様、今回はフィギュアが多めになっていて、章が全部で A B C D E F Z H H 章まで8つの章があるんですけど、今回はね、そのうちの5種類がフィギュア。 A が空城ジョリン&緑の赤ちゃん、 B がエンリュコプッチ、 C がウェザーリポート、 D がナルシソアナスイで、 E がエンポリオアルリーニョで、ラスト1章まで引いたら空城ジョリン&空城ジョータロー。かなりフィギュアが多めになってるんですけど、どうなんだろう、これ800円でも1ロット80枚とかあったりすんのかな。一応ね、割合的には A、C、D が1ロットにつき2箱、ジョリン、ウェザー、アナスイが2箱あって、 B のプッチと E のエンポリオに関しては1ロットにつき1箱。そんな中で今回僕が狙ってるのは A 章と E 章。一応ジョリン、プッチ、ウェザー、アナスイに関しては彫像角っていう立体物はあるっちゃあるんで、立体物が今のところ珍しい緑色の赤ちゃんとエンポリを狙っていきたいなと思っています。そんなわけで前置きはこんなところにしといて、結果発表。30枚のカウントを表示させて、まずは下から H 章。 H 章はシンプルかつ一番くじやるとめちゃくちゃ増えるとおなじみのタオル。30枚中タオルが1、2、3、4、5、6、7、8、9以上です。意外と2桁いっていない。そんなタオルは選べるようになっていて、全部で10種類、10種類中9枚なんでギリギリコンプリートはできていない。数も多いから軽めに見ていきましょう。はい、まずは空城ジョリン。結構縦長、縦長というか文字的にはこういう横向きかな。ジョジョズビザーアドベンチャーストーンオーシャンと英語表記で書いてあって、イラストの方はモノクロ。イラストもかっこいいんだけど、公式の立ちイラストなんだよな。今回のために書き下ろされたとかではなくて、まあ元々あったイラストが使われています。絵柄もうちょっと特有のものだったらな。2枚目はスタンドのストーンフリー。一応グラサンところはグリーンになってるわ。ジョリーンもよく見たら瞳のところがグリーンになってるね。3枚目空城ジョータロー。ジョータローは瞳のところがブルー。4枚目スタープラチナ。スタプラに関してはオールグレー。5枚目ウェザーリポート、背景のホワイトが合っていて瞳のところに色がついてる。6枚目スタンドの方のウェザーリポート、スタンドウェザーも瞳のところが色付き。で、7枚目アナスイ飛んでスタンドのダイバーダウン。今回ゲットできていないのはアナスイ。ダイバーの方も一通りグレーかな。8枚目はエンリコプッチ。プッチ神父も瞳のところは着色されていないけど、なんとなくグラデーション感はあるかな、オレンジの。最後にスタンドのホワイトスネーク。ホワイトスネークは瞳のところが紫。以上、タオルが9枚でした。残り21枚でお次が G 章のガラスプレート。ガッツならぬガラスの G。ガラスプレートが1、2、3、4、5、6以上です。はいはい、こちらも2桁いかずに6枚。ガラプレは全8種類で中身が見えない完全ランダム。8種類なんでもちろんコンプリートはできるわけがない。まずは結構ちゃんと段ボールにくるまれてる、まあ割れ物だからね。観音開きでオープン。お、ダイバーダウン。普通の状態だと白黒の2色なんだけど、光を当てるとほらちょっとグリーンがかるんですよね。光が当たると色がつくっていう面白い仕掛けで、ガラスプレートなんだけど、まあ一応そこんところが安定はしてるからね。お皿としても使えるっちゃ使える。まあただそんなに深くないからね。まあせいぜい醤油皿かな。仕掛けは面白いんだけど、これまた普通に立ちイラストなんだよな。加工はすごくいいんだけど、イラストに既視感がありすぎる。文句を言いつつ2枚目がダイバーダブリダウン出ましたね。ダブリスキルちゃんとダイバーダウンが2枚。ただでさえコンプリート無理なんだからバリエーション欲しいな。3箱目。とにかくダブン内でください。よかった、違った。
3枚目はウェザーリポートで光を当てるとはブルー。色つく仕掛けはほんと綺麗でいいな。ミスターが大嫌い4枚目。ダブらないでください。あ、よかった。タオルゲットできていなかったからこれありがたい。で、光を当てると、穴水はもうさすがですね。ピンク色というかもう紫系とピンクっぽい色になります。さあさあ、ラスト一歩手前の5枚目。ダブらず進んでくる、ほいっと、よかった。スタンドの方のウェザーリポート。スタンドウェザーの方はまあ、こっちもブルーかな。本体と大体同じブルー。で、ラスト1枚、ジョリーンがちょっと欲しいような気もするけどね、せっかくだから。6枚目がほいっと、おっしゃ、ジョリーン。よかったよかった。主人公が来てくれましたね。ジョリーンは光を当てると、ジョリーンもまあブルーっぽい感じなんだね。というわけで1ダブリしたけどガラスプレートは以上。回転寿司の中盤だ。さあ、そして残り枚数15枚でお次は F 賞のポーチなんですけど、ポーチの当たり具合によってフィギュアがどんぐらい当たったかってのがわかります。15枚中ポーチが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10がなくて以上です。はい、というわけでカウンターをご覧ください。残り枚数6枚。すなわちフィギュアが6個ゲットできています。30枚引いて6個っていうのはなかなか運がいいんじゃないかな。55枚引いた時よりも全然いい結果。下手すりゃこれは今年引いた一番くじの中で一番良かったかも。ただまだわかんないからね。ここでもダブリっていうのがありますからね。フィギュアの方も気になるだろうけど、まあ、とりあえずこれポーチね。ポーチは中身が見えていて全6種類。6種類で9枚当ててるんでこちらをコンプリートできています。1枚目はブルーの中に空城ジョリンとストーンフリー。相変わらずイラスト同じものだけど、こう周りが糸っぽくなってるね。で、材質的にはなんかすごい化学繊維っていう感じ。材質的にはポリエステル。燃やしたら多分ダイオキシンの香りがする。で、ポーチなんで上のところがスティッキーフィンガーズ。ジッパーになっていて中に物が入ります。収納はできるんだけど、サコッシュみたいな感じで紐がついていないんで、これ単体で持ち運ぶってのはできないね。ジョリンストーンフリーはもう一枚あって、空城ジョータロとスタープラチナ。やっぱりこの縁のところがちょっぴり凝ってる。全体グリーンでスターの中に収まっています。3種類目はウェザーリポート、ウェザーリポート。サークルの周りに雲がもくもく。色はそうだな、グレーですよ。こいつは4種類目色がすごいね。ピンクというかマゼンタっぽい感じで穴水とダイバーダウン。周りんところはこれコピペでいけんな。ダイバーダウンの頭部に囲まれています。5種類目が紫の中にプッチ神父とホワイトスネーク。周りんところがプッチ神父の服っぽい感じで十字架になってる。で、最後は緑色の赤ちゃん。赤ちゃんは特にサークルに囲まれていなくて、ジョジョズビザーアドベンチャー。これビザーでいいんだよね。ビザール？ビザー？わからんな。まあ、よくわからず言ってるんだけど、ジョジョの英語表記を背負っています。赤ちゃんはもう1枚あります。というわけでポーチも以上。そしてお待たせしました。残り6枚。フィギュアが6個ゲットできてるんだけど、5種類中の6個だからね。すなわち最低でも1種類が被ってる。可能性としては6個ゲットできてるんだけど、ジョリーン、ウェザー、アナスイに関しては2個ずつあるんで、それぞれ2個ずつゲットしての6個っていう可能性もあります。あらゆる可能性に溢れていますから。なので結果は A 賞を上から見ていこう。残り6枚中 A 賞が1、2、意がなくてこれ1個だけ。とりあえず A 賞ダブリは回避です。で、お次は B 賞だけだ。これちょっと飛ばすか。B に関してはロットの中に1個だからね。B を飛ばして残り5枚中 C 賞が1、2、はい、ダブっています。まあ、1種類は確実にダブルって話だったからね。残り3枚中 D 賞が1で次 B ときてお次は E で、はい、コンプリート。やりました、コンプリート。あいつはラストワン賞ゲットできていないけど。3月に55枚引いた時は、唯一エルメース。エルメース兄貴だけがゲットできなかったんだけど、もう今回は完全コンプリートできました。今までの引きの悪さを一気に解放した感じがありますね。個人的には30枚引いて、この結果はもうすごい良かった。あ、そうだ、くじ引く時に声かけてくれた視聴者のお兄さん。やりました、穴水ゲットできましたよ。とりあえず結果は分かったんですけど、まあ、詳しいレビューはまた今度。にしてもエンポリオ少年ちっちゃいな。エンポリオくんこれサイズで言ったらなんか3つぐらい作れたんじゃない？とりあえずこの2つが貴重ではありますね。で、まあ、軽く引いた時の小話なんだけど、今回僕は30枚引いてるんだけど、引き方としては、最初のお会計で20枚引いてで、また列に並び直して、次のお会計で10枚買って、まあ、それで30枚。で、出方につ
についてなんだけど、最初の20枚で、これゲットできています。で、次の10種類でこの穴水を引くことができたという、ちょうどいい引き具合だったんじゃないかなって思います。そう、だから今回30枚引いてきてるっていうのはもう30枚目の段階でこの全部揃ったからです。20と来て次の10で穴水出ていなかったら、まあ多分40なり50は言っていたと思います。まあ、せっかく当たったから軽く開封だけしようか。一応これ取っ手がついています。持ち帰りやすい。気のままこれ持ち運んだら目立つだろうな。ジョリフィー。入り方はブリスターとかではなくても段ボール。プライズみたいな入り方してんな。プチプチにくるまれてはいないけど、まあ干渉材入りの本体。大体もう完成してるね。ジョリーンなんか腕守られてるけど、本体と固定用の台座と、あとちいちゃいね緑色の赤ちゃんが入っています。ちなみに台座なしで自立は、これはどうだ、ジョリーンは、ああ無理だな。難しいとかじゃない、もう無理だ。完全に固定パーツありきになってますね。これがあればしっかり自立ができる。で、緑色の赤ちゃんは、はい、もちろん自立ができます。ちょっと小さいけど、ちゃんとこの足元にいる感じ、まあスケール感も合ってんのかな。さあ、どんどん見ていこう。 B 賞のプッチシンプ、シンプもすでに完成済み。果たして自立は、どうだ？ギリギリ自立はできないね。ジョリーンと並べるとは意外と身長差そんなにない。本来だったら多分プッチシンプの方がでっかいはずだけど、まあそんなに差はないか。スケールは特に合わせていない感じかな。お次は今回ダブってる C 賞のウェザーリポート。なんかウェザーに関してはなんか接続のピンが長いんだ。接続方法の注意書きが書いてある。あー、なんか他の人と比べてこの台座部分がでっかいね。ってことはもちろん自立なんてできるんかい。意外とあんたが自立できんのかい。つま先で歩く癖があるから不安定かなと思ったけど、意外と安定感、あんたは。台座つければより安定しますよと。そしてD 賞の穴水。穴水は祝福しろポーズで、そんなに大きくはない台座が入ってるけど自立しろ。フィギュアにはそれが必要だ。おー、いいね。穴水も台座なしで自立できます。台座使うことなんか安定するのが一番なんだけどね。で、最後ちっちゃい箱の E 賞エンポリオ。さすがにエンポリオの箱には取っ手がついていない。これでついていたところでって感じだけどよ。で、本体、あー、いいね。ちっちゃいわ少年。さすが少年っていう感じのサイズ感で、足につけるやつ、トツピンとかがついてるやつではなくて足の横にかませるタイプ。これ使わないと、あー、いいね、全然自立はできます。つけてみたけど自立のやつがもう逆に邪魔ぐらいちゃんと自立ができています。というわけで、これらが今回のフィギュア賞です。コンプリートができて本当に良かった。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は一番くじジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン The Way to Heaven、 こちらを30枚引いてきた結果の報告でした。とりあえずこれ一番くじ引いていて今までなかなかできなかった上位賞のコンプリートを達成できました。もうそれがとにかく嬉しくありがたい。途中にも言ったようにこの辺のレビューはまた改めてやるつもりなんだけど、それ以外今回解消がタオルとポーチと、あとはまあちょっと色が変わるね、このガラスプレート、ここら辺だったんだけど、解消がちょっと正直いまいちだったかも。いろいろしょうがないんだけど、基本的に使ってあるイラストがもう全部同じだし、なおかつ書き下ろしたわけでもなく、まあ元々あったものをしようっていう感じで、一番くじ独自の魅力があるっていう感じは正直解消なかったかな。多分この上位賞のフィギュアたちに力入れてるからね。今まで解消の中にもまあ言っても魅力的なものがちらほらあったんだけど、フィギュアの数が多めだったりサイズがでっかくなると、こうなんかいろいろ比重が変わるんだろうね。いろいろバランスを取った結果がこれかなっていう感じはする。まあだからその辺含めて文句は言ってるけどしょうがないんだろうなっていう気持ちももちろんあります。わがままばっかり言ってちゃいけない。ただすっげえもう完全に個人的な都合なんだけど、解消がこういうやつだとあのサムネが作りづらい。だからもしかしたら今回あのサムネの方にあの緑色の赤ちゃん、これ映っていて、あ、ジョリーンは当たったんだなっていうのがまあわかるようになってるかもしれなかったね。その辺はいろいろ工夫次第っていう感じだわ。そしてジョジョの一番口といえば来年4月にまた出てくるんだけど、これがまあめちゃくちゃ魅力的。一番くじジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンスタンドズアッセンブル、スタンドズ、スタンズ、まあその辺わかんないけど、本体たちじゃなくてスタンドたちが主役っていう段なんですよ。上位賞でいろんなスタンドが当たるようになっているんで、また回したら結果の方報告するんで、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。